これすごいな、本当サプライズなのこれ、熊本県にお住まいの職業漫画家、はい、緑川由紀さんから。ちょっと待って待って、それ先生じゃない、先生から、連作者の先生からいただきました。熊本の唯一の知り合いなんですね。徹夜続きの原稿明けは疲労による金縛りに遭うことがあるのですが。すごいな、先生。皆さんはお化けや何か不思議なものを見てしまったというご経験はありますか、ということで。え、じゃあ金縛りに遭ったことある人。はい、金縛りあります、ね、あります、あります。え、二人だけ。なんか意識はあるのに、うん、動かない動かないっていうあの怖さ、うん、あの目はね、はい、開いてるっていうか開けれるんですけど、はい、体が動かないんですよ。僕起きてて、はい、顔洗って歯磨くじゃない、はい、これでこう歯磨いた後に顔洗った時にうっってなった、はいはい、動かなくなった。これ金縛りかなって思ったらぎっくり腰。ぎっくり腰。顔洗っててぎっくり腰になるんですか。落ちなかった。落ちなかった。バッチリでした。最高でした。それじゃあ、妖怪見たことある人。妖怪見たことある人。シーン。お化け見たことある人。僕でも見たことはないんですけど、トルターガイスト現象的なものならあります。なんだそれ。いや、物が勝手に動いちゃうってやつですね。あ、そう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 。まさになんですけど、ちょっと3つぐらいなんですけど、祖父が。結構ありますね。いや、全部、祖父が亡くなった時の、お通夜から告別式にかけての、その1日で起きたことで、うん、まあ、一番怖かったのは、うん、うわぁ。なんだろう。いや、多分、音声さんもびっくりしたと思いますよ。なんだろう。音声さんも今一瞬びっくりだった。今一番僕は怖い想像してたから、一番驚いちゃったよ。もう、やめてくださいよ。視聴者さんいねえな、これ、ベテランも。本当怖いわ。ごめんなさい。カメラさん、呆れちゃったよ。すいません。これ話します？話しましょう。いや、なんか、もう邪魔しない。もう邪魔しない。どうせカットになるから。じゃあすいません、話させていただきますけど、祖父はですね、ちょっと死に方というか亡くなり方が怖かったんですけど、ちょっとお風呂場で心臓麻痺で亡くなってしまったんですよ。夜みんながお通夜でわーって盛り上がってる時に、でパーッと電気が切れたの。で、うわー、なんか真っ暗になった。真っ暗になっちゃったの。で、あ、なんかちょっとみんな来てて電気使いすぎたかな、何かなと思ったんですけど、そしたらその直後に砂嵐のようにザーって音が響き渡ったんですよ。え、なんだろうと思って、でよーく耳を澄ますと、リビングルームから外の廊下の方、お風呂場の方からザーって音が聞こえてきてて、でお風呂場に行ったら、お風呂場の当時水なんですけど、その風呂に行ってる水がザーってマックスで、その音だったんだ。そう、もう一個温かいのは簡単です。もうその通夜が終わって寝静まってる時に、ちょっとこう夜冬だったんですよ。で寒いなと思ったら、そばに置いてあったこうマッチで火つけるストーブあるじゃないですか、あれが寒いなってこう見上げたら、ストーブ、あ、でもつけたら怒られるな勝手にと思ったら、パッてストーブがついたっていう。へえ。でもそれは、あ、おじいちゃんが寒いと思ったからつけてくれたのかなみたいな。いや、でもそれだけです、うん、それ以降もそれ前もなくて、うん、はい、ただなんかこう、すみません、ご期待に添えるようなおじいちゃんの霊が、おじいちゃんだよみたいなのないんですけど。大丈夫、今それ期待してました。大丈夫、おじいちゃんだよ期待してる。大丈夫でした。大丈夫、期待してなかった。今いい話でした。あ、そうですか、はい、はい。